はい、皆さんこんにちは、竜生き物チャンネルです。以前ウーパールーパーの動画で、卵を産んだという動画がありました。粒子が入っているケース、何ケースかあったんですけど、こういう卵が入っているという動画を上げさせていただきました。しかしながらその動画は無精卵ということで、まあ勝手に無精卵にのつもりでございました。でもこの卵たちを一応私も返したんです。返そうと思って返れるような体制に水替えをしたりエアレーションをしたりしておりました。すると、核分裂を、卵の中で核分裂を起こして、もう核分裂を起こっている時点で有精卵ということ確定なので、そのまま飼育することに決めました。するとこの粒子×粒子の子たちなんですけども、だいたい50から100の子供たちがたくさんできました。ごめんなさい、視聴者の皆さん、嘘ついてました。今まで経験上、製法が出てないウーパールーパーで、水が真っ白にならないウーパールーパーで帰っているのが初めてなのと、ウーパールーパーの親たち自体が小さかったので、まさか生まれるとは思いませんでした。申し訳ございません。でもまたこのウーパールーパーさんたちを大きく育てていきたいと思っておりますので、今毎日ブラインシュリンプを沸かしながら餌やり続けておりますので、どうか皆さん引き続きご視聴いただければと思います。本日はですね、ちょっと短くなってしまってるんですが、ウーパールーパーが繁殖してちっちゃい子供がいっぱいできたということのご報告をさせていただきました。今後もこういった動画どんどん流させていただきたいと思っておりますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。